クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ陶芸子またやってる。好きだなもう本当にね、好きだな。はいどうもです、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。今日は久しぶりにね、ハリネズミのトゲ子の動画作ろうと思ってます。トゲ子なんですけど、いつもねこの餌皿を使ってるんです。うん、飲み水もね、餌の方もねこれ使ってるんですけど、トゲ子ねこれをねひっくり返しまくるんですよね。うん、で、まあ、普段やったら別にね、毎日餌あげてるんでいいんですけど、例えば旅行に行った時とか、2泊3日とかなった時にね、これひっくり返されると困るんですよね。とりあえずね、ひっくり返してる動画ありますので、それをね、ちょっとご覧ください。わーい。トゲ子今日もすごいですね。すっげー遊んでるよね。娯楽が少ないからね。あーごめん、怒っちゃうかもしれないけど、ちょっと取らないと、餌とかあげれないし、マジごめんよトゲ子、許してくれ。あーごめんごめん。いやーすごい、すごいっすね。水をあげよう。よし、はい、綺麗になった。陶芸子またやってる。好きだなもう本当にね、好きだな。よいしょと。はい、陶芸子ちゃんね、いつもこんな感じですね。よいしょ、陶芸子いる？陶芸子、あーなんか怒ってるね。はいはいはい。でもあれ取り出さないといけないから、ちょっと頑張って取り出します。ごめんね、トゲ子ちゃん。トゲ子ごめん。そらまあ怒るわな。でもしょうがないよ。あーうんこついてる。ほんとこいつ好きだな。ケージもね、また新しいの作らないといけないですね。そしてトゲ子ちょっと怒るんですけど、いつもこうやってね、うんこをね、集めてます。うんこと一緒で周りのちょっとあれもね、うん、取っちゃうんだけど。よいしょと。もうちょっと大きくしたらね、砂場とか、置けるんですけど、今のこの、ね、お部屋だと、ちょっとあれですね。せっかくブリンドルーム、新しくしたんでね、ちょっと広い部屋作ってあげようかなと思いますね、また。よし。こんな感じですね。トゲ子ちゃん、いつもね、ひっくり返すんですよ。そこでね、ちょっと水飲みの方だけでもね、変えようかなと思ってね。うん。Amazon 見てたらいいのあったんでね、ちょっと買ってみました。今日はね、それに交換していこうと思います。ということで届いたのはこれですね。はい、よいしょと。まあ、Amazon の箱です。中身にね、目的のものがあるんでね、出していきましょう。邪菌、いきますよ。よし、開きました。はい、開けていきたいと思います。はい、お、いきなり入ってる。お、わ、いいんじゃねえか、いいんじゃねえか、いいんじゃねえか。はーい、これでございます。あ、結構でかいですね。はあ。はい、今回購入した給水のね、アイテムはこれです。マルチ給水タンク。はあ。こんな感じですね。マルカンさんですね。はい。開けてみたい。出しましょう。
おお、こんな感じか。割れ物だからな。はっ、よし、いいですね。うん、厳重です。よっ、できました。この2つのパーツになってるみたいですね。はあ、こういうことか。こんな感じですね。トゲ子の場合、結構力強くて、で、まあ、あれなんですね。回し車で遊ばなかったんで、あの子はね。うん。むしろ危険な感じだったんで、まあ、今つけてないんですけど、これ結構な重量あるんでね、これでいけるのかなと。まあ、おそらくここにね、水を入れて、こう、置く感じでしょうね。まあ、とりあえず水入れてみましょう。お水の方の準備できております。説明書によるとね、まず裏返して水を入れる。それから、受け皿を上に乗せてから上手にひっくり返す。そして、床材に少し埋めると安定するよという、そんな感じですね。はい、じゃあまだやってみましょう。まずは、この中に水入れたらいいんだな。よし。じゃあ入れていこうかな。こんなもんか。もうちょっと入るか。いや、もう無理だね。ここまで水来ましたんで、これでもう無理だと思います。そしてこれを、口を合わせて、こうか。まあ後で合わせれるだろうけど、ひっくり返す。こぼれそう。怖え。よいしょ。ちょっとこぼれちゃった。なるほど。こんな感じなんですね。ああ、よくできてると思う。水がね、少し減ると、また奥から水が出てくる感じです。ああ、そんな感じか。よし、わかった。ちょっとやってみよう。うん。じゃあね、ちょっと水がね、ちょっとここに今、洗ってなかったんでね、ほこり溜まってますから、これ一回洗って乾かしてから、ブームの方ね、あげてみたいなと思います。トゲ子、トゲ子、出てきた出てきた、トゲ子、トゲ子、トゲ子、出てきましたね、トゲ子。トゲ子、出てきた、トゲ子。はい、トゲ子、匂い匂い。お、出てきたよ。はいはい、トゲ子。こっちこっち。トゲ子、こっちだよ。はい。出てきた出てきた。はいはいはい、よしよしよし。はいはい、よしよし。よし、じゃあ置いてみよう。はい。トゲ子、水です。難しい。はい、トゲ子。水だよ。水飲んでくれるかな。あー、トゲ子、うんこついてなかった。お？お？飲んだ飲んだ。かわいい。トゲ子。飲んでますね。よし。こんな感じで。ちょっとね、喉乾いてたと思うんでね。やっぱこう、こぼしちゃって飲めないんですよ。うん。いやー、かわいいな、トゲ子。はい、じゃあ餌も置いとこうね。よし、トゲ子餌。はーい。ちょっと置く場所が悪かったんでね、こんなになっちゃいましたけど。うん。まあ、なんとかなりました。ね。
よし、じゃあね、今日はこれでお別れしたいと思います。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。かわいい。バイバーイ。